そんなわけないか。食材切りよ、近頃調理法の研究に一層余念がないそうだな。さすがは三日月さん、耳が早い。みんな期待してくれるからね、つい張り切ってしまって。そうだ、三日月さんの注文も聞くよ。何か食べたいものやお好みの調理法はあるかい？そうだな、では心が華やぐ料理を所望しよう。おっと、そういう注文の仕方できたか。ああ、食べる者の胸を躍らせるとっておきを頼む。さすがの食材切りもこればかりは厳しいか。いや、その挑戦状確かに受け取った。三日月さん、あなたの心に必ず満開の花を咲かせてみせるよ。期待して腹を空かせておこう。先日は地層になったな、食材切りよ。こちらこそお粗末様でした。三日月さんが特製三つ忠御膳を気に入ってくれて嬉しいな。ああ、あの御膳はいいものだったぞ。滋養が詰まった香のもの、旨味あふれる魚の塩焼きなど、各料理の味わいや栄養価の高さもさることながら、三日月型にかたどられた野菜や細やかな隠し包丁、随所に食べる相手への心配りが感じられてな。目でも舌でも存分に料理を楽しめた。礼を言うぞ、食材切り。次はこれ以上のものを期待してもいいだろう。また挑戦状か。三日月さんは本当に人をやる気にさせるのがうまいね。オーケー、その挑戦受けて立つよ。特製三つ忠御膳の進化をきっちり見届けてね。ああ、これからも期待しているぞ。村正君、この前は仕込みの手伝いをありがとう。おかげで食事の支度が早く終わったよ。礼には及びません。ちょうど暇を持て余していましたから。ですがこの数では食事を作るのも大変ですね。食材切りさん、毎日クリアに立っているのではないですか？みんなおにぎりぐらいなら喜んで作ってくれるんだけど、手間のかかる料理はやりたがらないんだよね。結局僕と河川くんが大半の料理を作ることになっちゃって。だからたまに仕込みを手伝ってくれるだけでもありがたいよ。その分凝った料理に挑戦できるからね。なるほど。しかし私も毎日手伝えるわけではないですからね。いいことを思いつきました。ここは私が一肌脱ぎましょう。村正君、この前の企画はすごく良かったよ。まさか僕ら全員で豚汁作りとはね。あれを思いついたのはあなたのおかげです。僕の？特に意見を述べた覚えはないんだけど。
私が仕込みを手伝った時に汁物の作り方を教えてくれたでしょ。料理に詳しくない私でもそれなりに作れたので、教われば他の方でも作れるのではと思ったのです。確かにみんな思ったより手際も良かったし、これなら手伝ってもらえそうだ。ただとんでもない材料を無断で鍋に投入されるのが心配ですか。ああ、あれには参ったよ。いつの間にか見たことがないキノコや薬草が鍋の中で煮えてるんだからね。まあ誰がやったのかは大体察しがつくけどね。その点村正くんなら安心して手伝いを任せられるよ。それは光栄です。では今日の仕込みは任せてもらいましょう。食台切り殿、貴殿は食台を切って見せたことからその名がついたそうだな。ああ、読んで字のごとくだね。そういうトンボ切りさんの名前の由来も。そうだ、穂先に止まったトンボが両断されたことが由来。思えばこのような名の刀剣男子が本丸には多いな。確かに僕にトンボ切りさんに、ヤマンバギリ君たちに、ああ、長谷部君もそうだったかな。きっと何かを切った逸話は僕たちが思う以上に印象に残りやすいんだろうね。そうかもしれんな。我々刀剣からしてみれば何かを切るなど造作もないことだが、いや、しかし青銅の食材を両断して見せるのは並大抵の刀にはできぬことだろう。すごいな、貴殿は。トンボ切りさんもトンボが止まっただけで切れてしまうだなんて並の切れ味じゃないよね。互いの刃を褒め合うというのはむずがゆいものだな。だが有意義な時間だ。そうだね、日頃わざわざ褒め合わないからこそ余計に嬉しいよ。ありがとう、トンボ切りさん。ねえトンボ切りさん、近頃みんなを熱く褒めて回っているみたいだね。ああ、食台切り殿と話をしてから本丸にいる皆への尊敬の念を改めて示しておきたいと感じてな。誰しも褒められて悪い気はしないだろう。それに自分の誇る部分をより強く認識できるのでな。ああ、それでみんなを熱烈に。トンボ切りさんらしい純朴でまっすぐな行動だな。でもトンボ切りさん、そのまっすぐさが少々厄介なことを引き起こしているみたいなんだ。なんと、一体どうしたというのだ。落ち着いて。トンボ切りさんの熱烈な褒め言葉、大体みんな喜んでいたと思うんだけど、ちょっと素直じゃないカラちゃんやヤマンバギリ君はすごく面食らってしまったみたいだね。トンボ切りさんに熱く褒められて以降ずっとどこか心ここにあらずなんだよ。困ったものだよね。そうか、すまない。これからは相手に応じ伝え方を考慮せねばな。いやいや、トンボ切りさんは悪くないよ。僕は別にあなたを諭したかったわけじゃないんだ。僕が伝えたかったのは、トンボ切りさんの熱烈さをどんな反応が返ってこようと貫いてほしいってことかな。それがトンボ切りさんの良さだと思うから。現に僕はすごく嬉しかったしね。そうか、心遣い感謝する。
まさに今自分も燭台霧殿の言葉に大いに励まされたぞ。カーセン君、最近よく強風が吹くと思わないかい？洗濯物があちこちに飛んでいってもう大変でさ、いわゆる春はやてってやつなのかな。もう少し弱く吹いてくれれば洗濯物も気持ちよく乾くのにね。ああそうだね。え、どうしたの河川くん、なんだか露骨に不機嫌そうに見えるけど。僕は貴殿と同じくらい、いやそれ以上に春の早手を憎んでいるということだよ。僕はそこまで言ってないけど、なんでまたそれほどに憎いんだい？なんでって分かりきったことを聞くね。ハヤテは咲き誇る花を無粋に散らすだろう。確かに花吹雪は綺麗だけれど、その分咲ける時が短くなってしまうね。花の定めといえばそれまでだが、これからは貴殿もハヤテが吹くたび花の儚さに思いを馳せるといい。うん、そうしてみるよ。気づかせてくれてありがとう、カセン君。この間も春はやてに煽られて桜が知事に舞っていたね。ああ桜は特に散りやすいからね。やむなしだが無情なことだな。あのね、僕河川くんと花が散る話をしてから風が吹くたびにどうにも感傷的になっちゃうんだ。なんだか命の終わりを肌で感じているようでさごめんね、らしくないや。いや僕の方こそすまない。貴殿にそのような石漠たる思いを抱かせていたとはね。ならば物の見方を変えてみようか。確かにハヤテは花を無情にも散らしてしまうが、同時に新たな萌芽を予感させるとも考えられないか。桜も花が散った後に青い若葉をつけるだろう。確かに一つの命の終わりは新たな命の始まりでもあるんだね。そういうことだ。この繰り返しで現世の季節は移ろってゆくのだろうね。そうだね。ありがとう河川くん、君のおかげで強風も前向きに捉えられそうだ。ん？燭台霧さん、何か身につけていますか？ほのかにかぐわしい香りがするような。あ、気づいたかい？実は最近胸元に香袋を入れているんだよね。近頃どこか疲れが溜まっているような気がして、この香袋を嗅いで癒されたいなって思ってね。なるほど、道理でどこか安らぐ心地がしたわけですな。香袋ですか。燭台霧さん、その私も真似してみてもいいですか？香袋を持ち歩くこと。もちろん僕の許可なんていらないよ。いい香りに包まれるのって最高に安らぐからね。そうだ、どうせなら僕特製の配合を教えてあげるよ。門外不出の三つただの黄金比をね。それは興味深い。ぜひ聞かせてもらえますかな。
おや、今日も一段といい香りだね、いちごさん。さては僕が調合した香袋を胸元に…って…あれ？この匂い、蜜ただの黄金比じゃないね。あ、まさか。そのまさかです。こたびは、食大切りさんの処方から私なりに少々手を加えてみました。やっぱりそうだと思った、はあ、これもすごくいい香りだね。ありがとうございます。食大切りさんに教わった方法をもとに見よう見まねで調合してみました。甘さの中にピリッと辛みが走る食大切りさんの調合もとてもらしさを感じる良い香りでしたが。わかるよ、この香り、いちごさんらしいね。朝露に濡れた新緑を思わせる爽やかで落ち着く香りだ。ああ、やはりそう感じられますか。先ほどナマズオやヤゲンにも同様のことを言われました。やっぱりお香って十人十色で奥深いね。僕ももっといろいろな調合を試したくなってきたよ。私もです。では次は互いに香袋を作り合ってみるのはどうでしょうか。それすごく楽しそうだ。よし、お互い頑張ろうね、いちごさん。食大切りさん、畑について相談してもいいですか。有機野菜についてなんですけど。もちろんだよ、どんなことだい。実は俺、もっと美味しくて栄養のある野菜を作りたくて実験用の畑を作ってみたんです。それでいろんな肥料を試したいんですけど、どういうのがいいのかなと思って。なるほど。元肥にするか追肥にするかでも変わるけど、葉物なら油かす、芋類なら草木灰なんかもありだね。野菜によって合う合わないが変わってくるから、まずはそれぞれの土壌を作ることが大事なんだ。さすが有機野菜に凝ってるだけありますね。でもせっかくなら珍しい肥料に挑戦してみたいな。それは面白いね。僕もいろいろ試したいことがあるし、手伝ってもいいかい。いいんですか、助かります。それじゃ畑の場所に案内しますね。一緒に行きましょう。ナマゾウ君、前に相談した畑の肥料は手配できそうかい。手配どころか、すでに畑に撒いておきました。この前ヤゲンから助言をもらって骨粉を作ってみたんですよ。そうか、それでこの前庭でヤゲン君と作業をしていたんだね。にしても骨粉か、それは盲点だったな。確か果物に使う肥料だっけ。それが野菜だと実が大きくなって甘みが出るんだとか、薬草とも相性がいいみたいですよ。それはいいことを聞いたな。やっぱり新しいことに挑戦するのは大事だよね。薬草は体にも良さそうだし、これを機に薬膳にも手を出してみようかな。それはちょっと。いつも通りのがっつりした料理でお願いします。ヒューガ君は身だしなみに気をつけているよね。いつもいいなって思うんだよ。本当？食大切りさんにそう言ってもらえると嬉しいな。おや、どうしてだい。
だって手袋とか細部までこだわっているよね。日によって違うものをつけているから。驚いたな。僕の手袋の違いを見抜いていたなんて。最近よく食大切りさんのお手伝いをしていたからね。それでよく見たら衣装が違っているのに気づいたんだ。そうか。でもこんな細かな違いを見分けるなんて、ヒューガ君は周りをよく見ているんだね。僕の癖みたいなものだよ。そうだ、今度食大切りさんのいろんな手袋を見せてほしいな。衣装の違いを見比べたら楽しそうだし、それぞれどこが気に入っているのか教えてほしいんだ。それならいくらでも語れそうだ。いつでも大歓迎だよ。この間は手袋を見せてくれてありがとう。楽しかったよ。どういたしまして。なんだか調子に乗って話しすぎちゃったかな。ううん、もっとたくさん聞きたいくらいだったよ。すごく勉強になったしね。勉強にってもしかして君も手袋を変えるつもりなのかい？そうじゃなくて、本当のおしゃれってどういうことか分かったような気がしたんだ。どういうことだい？食大切りさんの手袋はどれも素敵だったけど、周りからは違いに気づかれないことも多いでしょう。でもこだわりのあるものを身につけていると、気分が変わって背筋も伸びて、見た目だけでなく心におしゃれをするって感じかな。そういうのとってもかっこいいなって。さすがヒューガ君、その気持ち僕も大事だと思うよ。長谷部君、今日の晩ご飯に栄養たっぷりの汁物を作ろうと思うんだけど、苦手な野菜はあるかい？いや特にないが、なぜ俺に聞くんだ？誰より長谷部君に食べてもらいたいからだよ。最近ずいぶん根を詰めているようだから気になったね。余計な心配だ。それなら他の連中を気にかけてやれ。そうはいかないよ。今日だってどことなく顔色が悪いみたいだ。そんな時はしっかり栄養をとって休むのがいいよ。昨日も遅くまで報告書をまとめていただろう。言われなくとも自己管理ならできている。主の不在に未だ謎の多い教習調査、その他にも本丸の管理や鍛錬、やるべきことは山積みなんだ。しまった、もうこんな時間か。俺は見回りに戻るとしよう。君のそういうところが心配なんだけどな。食大切り、先日は世話をかけたな。あんな失態を晒すなど。失態だなんて、疲れが溜まって起き上がれなかっただけだろ。むしろ一日ゆっくり休んでもらえてよかったよ。これで無理しすぎだってことにも気づけただろうしね。ああ、自覚はなかったが、お前の言う通りらしい。自己管理の甘さを痛感した。それにもう一つ、今回のことで分かったことがあるな。この本丸には片付けが苦手なやつが多すぎる。確かに、長谷部君が休んでいた日は娯楽室や茶室が少し散らかっていたかな。少し？少しなんてもんではなかったぞ。本丸を整然と保つのも自分の役目だと思っていたが、逆に皆が片付ける機会を奪っていたのかもしれない。だから
今後は皆それぞれが完璧に片付けられるよう、俺流の整理整頓と掃除方法を仕込んでやろうと思う。なるほど。でもむしろ自分で片付けるより疲れそうな気もするね。ヤゲン君、近頃朝に一人で体操してるよね。ああ、なんだ、見てたなら声かけてくれよ。起き抜けに体を動かすと身も心も整う気がしてな。そうだ、食台切りも一緒にどうだ。生蔵にも声かけたんだが寝たいって断られてな。参加したいのは山々だけど朝毛の仕込みがあるんだ。ごめんね。でもヤゲン君の心がけはすごく素敵だと思うよ。なんといっても朝からしっかり体を動かすと、その後の朝飯がうまいからだろ。ああ、そりゃ間違いない。もうとっくに実証済みだぜ。それは何よりだね。ともあれ、こうして声をかけてもらったんだ。僕にできることはしたいかな。そうだ、ヤゲン君、次体操するときは始める前にクリアにいる僕に一声かけてくれないかな。え、でも食台切りは参加できないんじゃねえのか。うん、だから代わりにいいものをあげようと思ってね。それが何かは当日までのお楽しみだよ。そうだ、この前はありがとな、食台切り。朝の体操前に声をかけろって言うから何かと思えば、まさか手製の障害を渡されるとはな。予想だにしてなかったぜ。本当かい。ヤゲン君は里井から渡す前に分かっちゃうかなって思ってたんだけど、鶴さん風に言うなら驚きを与えられて何よりだよ。で、どうだった？効果のほどは。そりゃもうてきめんに効いたぜ。あんたの言う通り、飲んでから体操したら体が熱いのなんの。おかげでいつもよりいい汗かけた気がする。改めて礼を言うぜ。ありがとな。ああ、よかった。その言葉を聞けて安心したよ。ご所望とあらばまたいつでも作るからね。いいのか。じゃあまたよろしく頼むぜ。と、そうだ、実はもう一つ頼みがあってな。いい汗かいたらかいただけ腹が減っちまってな。これからは朝飯の副菜を倍に持ってくれないか。もちろん。食台切り、少し相談がある。構わないか。夕餉の仕込みも終わってるし大丈夫だよ。何か困っていることでもあるのかい。実は主が戻るまでに何か少しでも主の役に立つことを覚えたくてな。いろいろ思案した結果、やはり直接感想がもらえる料理を覚えるのがいいという結論に至ったが、あいにくと俺は握り飯くらいしか自信がない。せめて一食分を作れるようになりたいのだ。巴方さん、料理に興味を持ってもらえて嬉しいよ。もちろん僕が持っている知識のすべてを使ってあなたを立派な料理人にしてみせるよ。安心してね。手始めに何から伝授しようか。作ってみたい料理はあるかい？そうだな、筑前煮を作れるようになりたい。いつかだったか主が味付けを褒めていた気がする。それなら煮物のいろはからにしよう。善は急げだ。
今から教えようか。料理を教わりたいと聞いてから、僕なりにみっちりとイロハを叩き込んだつもりだけど、まさか巴方さんに飾り切りの才能があるとは思いもよらなかったな。あんな綺麗な桜型は初めて見たよ。主には見栄えがいいものを食べてほしいからな。かなり練習したぞ。道理で包丁さばきに迷いがないわけだ。芋を猫の形にした時なんて驚いたよ。主が昔猫をめでていたのを思い出して練習した。だがまだ食材切りほどうまくは作れん。そもそも塩一つまみとはどれくらいなのだ。正確な量がわからなければ満足に味付けもできん。あればかりは慣れが必要だからね。僕も苦労したものさ。ともあれ、料理の感覚はかなりつかめてきているよ。それは僕が保証しよう。ふん、そうか。ではもっと精進せねばな。今日も指南を頼めるか。もちろん。それじゃ今日はいよいよ筑前煮を教えようかな。明日はクリアの仕事なんだが、朝から集合とはどういうことだ。そういえば面影さんは朝毛の仕込みは初めてなんだっけ。ああ、今までは使った食器の片付けやおにぎり作りくらいしかしていない。そうか。包丁を握ることも慣れていないのなら基礎から教えた方がいいかな。すまない、そうしてくれると助かる。いいんだよ、みんな最初はわからないんだし。それじゃあ僕が初めて読んだ料理本を貸してあげるよ。図解してあってわかりやすいから、この前鶴さんにも貸してあげたんだ。それはありがたい。明日までに必ず読んでおく。とりあえず猫の手だけでも覚えておいてほしいな。基本だからね。猫の手、わかった。朝毛の仕込みはバッチリだったね。猫の手はちょっと可愛かったけど。借りた本に「にゃーと言いながら」と書き込んであったので、その通りやったのだが。ああ、それはきっと鶴さんの落書きだ。ごめんね、全然気づかずに貸してしまって。そうだったのか。猫の手というからには鳴き声にも意味があるのかと。でも猫の手はちゃんとできてたよ。包丁さばきもなかなかだった。みんなからも君が切ってくれた野菜はちょうどいい大きさだって好評だったしね。そうか、それならよかった。だから鶴さんのいたずらに懲りずにまた手伝ってほしいな。私も料理するのが楽しかったから、できればもっといろいろ教えてほしい。もちろん大歓迎さ。これからもよろしくね。お、どうした三つ坊。さては新作料理でも考案中か。ああ、違うんだ鶴さん。ちょっと政宗公のことを考えてて。ああ、政宗公か。政宗公といえばずんだだな。え？確かに政宗公はずんだ餅を愛していたけど、僕が考えていたのはそういうことじ
あのざらりとした舌触りと口の中に広がる枝豆のかぐわしい風味、ああ、想像するだけでたまらん。あのさ、鶴さん、もしかしてお腹空いてるのかい？おお、よくわかったな。その通り、俺は今腹が減ってしょうがない。やっぱり。ああ、でも僕もなんだかずんだ餅が食べたくなってきたよ。今すぐにとはいかないけど、近いうちに作ろうかな。枝豆用意しておくね、鶴さん。ああ、任せたぜ、三つ坊。鶴さん、お待たせ。枝豆の準備ができたよ。これでずんだ餅が作れるね。おお、でかした、三つ坊。じゃ、あとはよろしく頼むぜ。え？鶴さん、作らないのかい？どうせなら一緒に。いやいや、俺は腕利きのお前が作る絶品ずんだが食べたいんだな。作ってくれるだろう？そこまで言われたら仕方な…ってダメダメ、鶴さんの口車には乗せられないからね。失敗したか。とはいえ、お前の腕を買っているのは本当なんだかな。はいはい、ありがとう。じゃあ早速作ろうか。わかってるね、鶴さん。働かざる者は食うべからずだろ。ちゃんとわかってるよ、三つ坊。うん、それは何より。二人で美味しいずんだ餅作ろうね。鶴さん、その第四部隊の調査ではたくさん迷惑をかけちゃってごめんね。ああ、そんなこともあったっけか。最近どうも忘れっぽくてな。悪いが、とんと思い出せ。鶴さん、ありがとう。でもやっぱりこのままじゃ僕の気が晴れないから、お詫びさせてくれないかな。ずんだ餅。え？詫びならずんだ餅がいいって言ったんだ。あ、三つ坊が作ったやつな。この前一緒に作ったのももちろん悪くなかったが、やっぱりお前の絶品ずんだにはかなわないな。鶴さん、ありがとう。任せて。その期待にバッチリ応えてみせるよ。そうだ、どうせならこの木に政宗公が愛した料理をずんだ餅の他にも何品か作ってみようかな。お、いいな、それ。いつも通りうまい料理をたくさん頼むぜ、三つ坊。神器臭い。ため息ならよそでつけ。ああ、ごめんね、カラちゃん。ちょっとマスムレコのことを考えててね。もしも本当にマスムレコに天下への野心があったとして、それが叶っていたらどうなったんだろうって。分かっているのか。俺たちにその手のもしもはなしだ。うん、忠告ありがとう、カラちゃん。でも少しだけ気になっちゃって。派手好きなあの方のことだ。天下を取ろうものならみんなの服装にも口を出しそうだよね。目にも鮮やかな着物でめかし込む人々の姿、想像しただけで楽しいよね。
くだらんな。人ごとみたいな顔してるけど、今その光景を想像してただろ。カラちゃんだってもしも世が世なら水玉模様の羽織を着させられていたかもしれないよ。それはごめんだな。俺の顔がそんなに面白いか。いやいや、そんなんじゃないよ。あれからカラちゃんを見るたびに水玉模様の羽織を着ている姿がつい思い浮かんじゃうんだよね。ごめんねカラちゃん、でも我ながら傑作だなって思ってさ。そうか。あれ、怒らないの？なんだか珍しいね。たかがお前の妄想ごときに腹を立てても仕方ない。妄想ときたか。なら、お言葉に甘えて。水玉もいいけど、花柄も案外似合うかも。おい、やっぱりやめろ。旅だったね、政宗子。政宗公は海の向こうで一体どんな体験をするのかな。もしかしたら異国の人々に感化されてより派手ないでたちになっているかもしれない。きらびやかな服で諸国漫遊する政宗公。想像しただけでなんだか心が躍るね。そうか。ああ、そうだよ。僕らもお供したかったね、カラちゃん。俺は。ああ、でももしそうなったら、僕らの服も今よりずっと派手なものに。やっぱり願い下げだ。ねえ、ヤマンバギリ君、今って暇かな。暇ならこの後新作の試食をお願いしたいんだけど。暇じゃない。試食なら他のやつに頼むんだな。愛も変わらずそっけないね。でも今日は諦めないよ。お願いだヤマンバギリ君、どうしても君じゃなくちゃダメなんだ。仕方ない、今回だけだ。分かったから、あまり詰め寄るな。で、なんだその新作というのは。題して三つただ特製こぼれ知らずのきなこ餅だよ。餅にまぶすきなこの一部をあらかじめ練り込んでこぼさずに食べられるよう改良したんだ。で、本当にきなこをこぼさずに、つまり衣服を汚さずに食べられるかを試したくて。ああ、そこで粗末な布をまとった俺で試したいと。それは確かに俺に似合いの務めだな。あ、待ってよヤマンバギリ君、君は何か勘違いを。前言撤回。俺は食わん。協力者は他で見つけるんだな。これは出直した方がいいかな。ごめんねヤマンバギリ君。
あんた、いつまで俺に付きまとうつもりだ。言っただろ、きなこ餅の試食はしないと。しつこくてごめんね。でも、やっぱり山んばぎり君じゃなきゃダメなんだ。どうせ粉汚れを確かめるのに布をまとった俺が都合がいいから。それは違うよ。僕が君に頼みたいのは、何より君の率直さと真面目さを信頼しているからさ。君なら念を押さずとも僕への忌憚なく、なおかつちゃんと身になる意見を言ってくれると思ってるんだ。ああ、身になるってのが意外と重要だね。カラちゃんなんかはまずい、ダメだで終わりそうで。ああ、もうわかった、わかったから、さっさと餅を持ってこい。ヤマンバギリ君。勘違いするな。今回は根負けしただけだ。俺なんかの意見に期待するなよ。いや、本当に助かるよ。ありがとう、ヤマンバギリ君。そうと決まれば、君のためにたくさんこしらえないとね。張り切りすぎだ。本丸の食事場を一手に担うあなたに頼みがあるのだけど、少しいいかな。長義君が頼み事とは珍しいね。いいよ、僕にできることなら何でも聞くよ。それは心強いな。実は任務帰りに小腹が空くことがあってね。軽くつまめるように握り飯を余分に作っておいてもらえないかな。なんだ、それくらいならお安い御用だよ。よければ陣中食も特別に用意しようか。いや、それはいい。他のやつに見られるのがなんとなく嫌でね、内密にしてもらいたいんだ。そっか、それなら長義君が任務の日には騎乗後そのままクリアに来てくれるかい。そうすれば誰にも見つからないだろうし、必要な分だけおにぎりを渡せると思うよ。なるほど、わかった。ではそうさせてもらうよ。腕によりをかけて美味しいおにぎりを用意しておくね。食代切り、この前の任務帰りにもらった握り飯のことなんだけど、どうだったかな。ニンニク味噌を入れてみたんだ。疲労回復効果が高いと聞いてね。あの匂いはやはりニンニクか。言ったはずだよ、他のやつには知られたくないと。ああ、やっぱり匂いがきつかったかな。もしかして誰かに気づかれてしまったかい。そんな失敗はしないよ。急いで飲み込んで、その後は口を聞かないようにしていたからね。それならよかったけど。じゃあ次は梅干しにするよ。梅干しにも疲れを取る効果があるんだ。いや、次もニンニク味噌で構わない。一口で食べればいいし、あの効果は捨てがたい。それなら具材の組み合わせで匂いのないおにぎりを試作するよ。疲労回復効果はそのままでね。本当にそんなことができるのか。難しい注文の方がやる気が出るよね。どんな具材を合わせるか、がぜん楽しくなってきたよ。そんなわけないか。